はい、こんにちは。手持ちのつむすべて紹介するまで終わりません。続きましてはランピー熊野プーさんより数箇所でまとまってつむを消すよというものですね。こちらに関してはランピーっていうキャラ自体は正直見たことがない、見たことないというか記憶にないだけかな。熊野プーさんの初期の作品はね、ビデオテープが擦り切れるまで見たっていう記憶があるんですけど、兄弟と一緒にね。で、まあ、その中でこうティガーとかがこう怖がってるキャラがいるじゃないですか。ズウオーとヒーたちの、多分ズウオーのことを言ってるのかな。あれ貯めるまで時間かかるんですね、これ。ポン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 、あ、なるほどね。はい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 。数箇所ってしょぼいな。数箇所だけど、あれですね、あんまり稼げなさげなツムですね。なるほどな。最後に自分のツムが出てくるから、ぶっちゃけあんまりこうピン、あんまりたまらないようなシステムになってるんですね。なるほどな。ためにくい上にこれ稼げないツムだから、ちょっとこれは外れツムな気がしますね。こうなんか高得点を狙うとか経験値を狙うとか、まあ、高得点狙うのと経験値狙うの一緒かもしれないですね。あとコインを稼ぐとかってツムで、いろいろとこう何を目的にツムを手に入れるかっていうのって、やっぱりなんかツムのプレイヤーっていうんですかね、なんか通称があるのかあれですけど、っていうところから考えると、あらゆる側面でこれの活躍ポイントっていうのがちょっと浮かばないんですけど、なんか詳しい方いたら、ちょっとぜひこういう目的でこのツムをプレイするといいよみたいなのを教えていただけると非常にありがたいなと思いますね。ちょっとこういろんなツムをね、もう100個くらいプレイしている中で、この子ちょっとポイント見つからなかったですね。はい、ということで、ランピーはですね、数箇所ツムを消して最後に自己主張する、そんなスキルを持ったツムでございました。ではまた次回。